中野真一郎は日本のチェンバロ奏者、京都府出身。京都府生まれ、名前は浅永真一郎に由来。1986年、東方学園大学音楽学部演奏学科卒業。1990年1011月の4回連続の独奏会、ヨーロッパチェンバロ音楽の旅により、大阪文化祭金賞等を受賞。翌年七月、フランス。 ベルサイユ古学フェスティバルのクープランサイクルにケネス・ギルバートやボブ・ファン・アスペレンラと出演。1992年6月、バークレー古学フェスティバルに出演。1993年、ロンドン・ウィグモア・ホールでデビューリサイタルを開く。1994年10、12月、サイモン・スタンデージとの二重奏を含む演奏会、チェンバロ・サンや物語を開く。 1995年3年10月に日経リサイタルシリーズワークショップオブミュージックに出演し柔軟自由程よい即興で自然体さりげない素顔を見せるこの若い音楽家は間違いなく日本が世界に誇るべき名手であると評された1999年2月のドイツ公演ではコレディウムムジクムテレマンを指揮同年東京名古屋大阪で バッハ、ゴルトベルカ変奏曲を演奏し、各変奏が持つ世界を可能な限り忠実に、病出しようとする真摯な姿勢には心を打たれる。この基本的な解釈に、さらなる年輪が刻まれるのを見守っていきたいと、評された。2003年5月、バッハフェスティバルライプツヒに手独奏及び、コレギウムムムジクムテレマンと共演。多数のソロアルバムをリリース。 2000年のゴルトベルカ変奏曲ではヒストリカルチェンバロとモダンチェンバロによる演奏を合わせ収録ありがとうございます。